こんにちは、ちんだらの滝田義田です。本日は、奈良県天理市二階堂にございますフルールのご紹介をさせていただきます。こちらのフルールなんですけれども、非常に静かな立地にあるおすすめの 2LDK アパートとなっておりまして、ファミリー層からですね、カップル層に人気の物件となっております。見ていただいているのがリビングからのおすすめとなるんですけども、こちらのリビング非常に広々としております。キッチンも含めますと L 字型になっているんですけども、およそそうですね、12、3畳ぐらいは優にあるんじゃないかなというようなスペースになっております。こちらのリビングのですね、端っこにはこのように収納ついております。また、窓もですね、たくさんついておりまして、こういうところに小さい窓があったりですね、もちろんバルコニーもあるんですけども、すべての窓はテラス仕様となっております。こちらがバルコニーですね。広々してますね。東向きのバルコニーで非常に午前中明るい日差しが入ってきますね。また設備といたしまして、エアコンの方が1台ついております。キッチンのご紹介をする前に、使いやすい、見やすい位置にモニターホン、それからこのような給湯器のリモコンですね、どちらもついております。こちらがキッチン本体になります。キッチン本体の方もですね、非常に使い勝手よく設計されておりまして、ご家族の多い方でも対応できるような内容になっております。収納も上と下にしっかり取っておりますので、非常に広々してますね。それでは水回りをどうぞ。こちらが水回りです。こちらシャンプードレッサーですね。お隣が洗濯機置き場、反対側のスペースがお風呂場となっております。お風呂の方はですね、浴室乾燥機やお湯だけがついているタイプとなっております。水回りを出ますと、おトイレですね。ウォシュレット付きの洋式タイプのおトイレです。それでは、洋室2間ございまして、向かって、こちら、右側の方ですね、からのご紹介をさせていただきます。こちら、およそそうですね、6畳から7畳弱ほどの広さの洋室になっておりまして、窓がついております。こちら、場所でいうと北側の洋室になりますね。こちらにも窓ついてるんですけど、同じくペアガラス仕様となっております。閉めていただくと全く音が聞こえないぐらい静かですね。こちらの収納、少し奥行きがあってですね、非常に広々した収納がついております。続きまして、こちら南側の洋室です。こちらにも先ほどと同じく収納ついておりますね。それから窓の方もついております。部屋の大きさはおおむね先ほどの部屋と一緒ぐらいの大きさですね。非常に使いやすい間取りでですね、新婚さんなんかに私もご紹介させていただいたことあるような物件になっておりますので、気になる方はですね、当社のホームページを参照いただいてですね、お問い合わせいただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。